北は札幌、南は那覇まで、全国11大会、プラス3団体合同の、筋肉祭、2大会、を開催してきたスーパーボディコンテスト、通称、SBC、のファイナル大会が12月10日、日曜日、に開催される。予選大会の上位入賞選手が集う日本一決戦であり、2023年のテーマである、パッションあふれる戦いの集大成が見られるだろう。 フォト、ビキニからドレスまで、今年最後の予選、愛知大会を写真で振り返る。そもそも SBC とは、SBC は2019年に立ち上がった、数あるボディコンテストの中では新興団体であり、エンタメに比重を置いているのが特徴の一つ。ステージの演出は明るく華やかで、選手たちは競技者でありつつ、パフォーマーとも呼ばれる。 出場選手全員が予選審査でフリーポーズ10秒の機会が与えられており予選落ちしてしまう選手であっても規定ポーズを取るだけで終わらず各自の魅力を発揮できる場を作りたいという思いがあると以前に SBC ヘッドコーチ兼ディレクターの木下智愛氏も語っていた多くのカテゴリーが用意されているのも特徴の一ついわゆるフィジークや ビキニに近い王道カテゴリーである SBC 部門やスリムで整ったボディラインが評価されるトレンド部門さらに男子はデニム女子はモノキニとファッション性も重視した SBC らしいコレクション部門 SBC デニム SBC モノキニなど様々。さらに女子においてはタイトドレスやマーメイドドレスでよりエンタメ性の高い華やかなステージを繰り広げるドレス部門 SBC タイと SBC マーメイドなどパフォーマーたちが自分の体や見せ方に合ったカテゴリーが必ず見つかるよう幅広いステージが揃っている今週末のファイナルステージでは各部門内で年齢別で各クラス SBC 部門は4クラス他は2クラスの勝者を決定しさらにチャンピオンオブザショーオーバーオール審査 を経て今年の各部門の総合優勝イコール日本一が決定する。さらに、その日最も輝かしいパフォーマンスで会場を魅了した選手に贈られる、ベストパフォーマンス賞、も SBC ならではの表彰といえるだろう。SBC 部門男子、優勝候補は昨年王者である小花勝、デューククラス、30から39歳、に変わりはない。 今年は日本ボディビルフィットネス連盟 JBBF の大会にも挑戦しさらにたくましくなった印象だ同クラスには昨年クラス2位で静岡の優高橋昭弘兄弟卒エリートマッチョ勝間淳実績豊富な滝田翔など有力選手が目白押しさらに昨年はファイナルを欠場した荻野空埼玉大会優勝昨年のキングクラス 50歳以上、王者、福岡の辻総志らベテラン勢、東京大会を制した大学4年生、野口誉世らもボリッとしたフィジカルを武器に王者を狙っており、王道部門らしい筋肉バトルが展開されそうだ。SBC 部門女子、昨年女王の黒川紀子が不在ということもあり、誰が頂点を取ってもおかしくはないが、中でも注目は妹小だろうか。 福岡で4連覇と敵なしの存在感を放ち、昨年のファイナルはクラス3位。秋にインタビューした際には、ファイナルでは優勝します。優勝したいではなく、優勝します、と力強く宣言しており、その仕上がりに期待したい。SBC の元気印、田中香織も存在感抜群。50歳を超えてもやればできる、人生は変えられる。 と証明し続ける彼女は力強いパフォーマンスでベストパフォーマンス賞の有力候補でもある春先の千葉埼玉の2大会で輝きを放った茶屋葵も上位に食い込んでくるのではないだろうかトレンド部門男子今大会最多の2クラス35人がエントリー各地の優勝者が集まるだけに功をつつけがたいがやはり最有力はベテランの西澤光一郎だ SBC のニッシーとして注目を集める彼は昨年のファイナルでトレンド &SBC デニム部門で共に暮らす優勝。今年も千葉大会、ラグーナ大会、さらに筋肉祭と出場大会すべてでトップに立っている。対抗はテーマのパッションを髪型で表現した福岡の実松健四郎だろう。若手の躍進も顕著で、 努力の7年で今回に初の金メダルを獲得した橋本真央、神戸を制した小学校の先生、永田和也、今年コンテストデビューの瀬神俊明や、京都を制した水谷潤太など、並んでみないとわからないのが正直なところだ。トレンド部門女子、この部門も昨年覇者が欠場ということもあり、本命不在。気になるのは、今年デビューで福岡、那覇と連続で制した。 裏添えのスリムビューーティー田中桜だ今年は札幌、東京、そして地元福岡のステージに立った藤川弥生も優勝候補の一人だろう。また、2021年ファイナルで同部門チャームクラス、39歳以下、優勝の五十嵐彩野に従事する及川優子は開幕戦の千葉大会を制しており、経験は浅いがトレンド部門での見せ方を知っている選手。 ファイナルともなればどの選手もびっちり仕上げてくるため、スリムさに大差はない。そのためトータルバランスやポージングの巧みさが勝敗を分けるかもしれない。コレクション部門 SBC デニム。開催2年目、出場者が増加しているデニム着用カテゴリー。本命は、デニムを履いてステージに立ち続けることでますますかっこよさを増している西澤孝一郎だろう。 加えて、男子競技の中では最も個性が浮き出るカテゴリーであるため、アイドルグループに所属しており、ステージでのセクシーな見せ方を知るイグや、キリッとした雰囲気の鈴木大輔ナルシストさ全開の村川ルカス・ヒロシら特徴的な選手が揃う。履き込むことで味が出るデニムのように、ステージングで深みを見せるベテラン勢も注目で、クールさが際立つ渡辺栄治や、 辻総氏実・松健四郎の福岡ゼ、さらに70歳を超えてもステージに立ち続ける坂部義昭も見逃せない存在。デニム部門の予選大会においては、予選審査の最後に全選手がステージ中央に集まり、一致団結したパフォーマンスを展開してきた。ファイナルは出場選手も多く、これまでとは違った見せ方になりそうだ。コレクション部門 SBC のきに。 選手数は多くないものの、その分、誰が優勝してもおかしくないメンバーが揃った。辻総氏の指導の下でぐんぐんと伸びてきた櫻井ひな、救急救命医として働く内田仮名、SBC 部門とのダブルエントリーで制覇を狙う茶屋葵、メリハリあるボディラインを持つ関西の鷲尾樹、ファイナル初出場の小山梨香、フラダンス由来のセクシーパフォーマンスの相澤りよらがエントリー。 物気に特有の美しき S 字ボディラインを見せつけるドレス部門 SBC タイト。チャーム39歳以下、クラスは黒。モナーク40歳以上、クラスは赤と、唯一コスチュームカラーが定められているタイトドレス着用競技。パーティーに行く女性をイメージして作られたカテゴリーで、最も華やかなステージが繰り広げられる。黒。 の注目は埼玉を制した黒米ゆか。自身の強みを砂時計ボディです。と話す。まさにこのカテゴリーにぴったりのボディを持つ。一方の赤。では、タイトとのダブルエントリーのワシオジュリや、SBC トップクラスのパフォーマンス力を誇るクールレディー、高田玲子も見逃せない。ドレス部門 SBC マーメイド。今年スタートした新カテゴリー。 ドレスを着用するステージだが他団体のドレスカテゴリーとは一線を画しておりコンセプトはその名の通りマーメイド海をイメージする優雅なポージングやアームスの動きが散りばめられておりここでしか見られないフィットネスとエンタメが融合したカテゴリーと言えるだろう体作りももちろん大切だがそれ以上に表現力が求められそのテクニックを有するパフォーマーが勝利を手にするだろう 北海道からやってくる蕨ゆかは札幌大会を制したものの、大会後のインタビューでは、ミスもあったステージだった、と話しており、このフィーナルでは完成度を高めてくるだろう。大阪大会、神戸大会を制した横山まれはもともときりっとクールな印象があったが、ドレスでは一見、あでやかな姿を見せた。モデルスクールでウォーキング講師を務める町田ともみも、 豊かな表現力を存分に発揮して上位を狙う。決戦の舞台は埼玉県三郷市。SBC はプロ資格などが現状なく、出場歴や経験の差こそあれども、思わぬニュースターがトップに躍り出ることもある。またトレーニングビギナーも多くいるため、特にシーズン序盤からファイナルへの期間で見違えるほどの進化を遂げるパフォーマーもおり、 ここで挙げられなかったものが勝利をつかむ可能性もあるだろう。決戦は12月10日に埼玉・三郷市文化会館。フィットネスコンテストとエンタメが融合したステージをお見逃しなく。大会スケジュール出場パフォーマー一覧。 https コロンスラッシュスラッシュスーパーバディコンテスト .jp スラッシュ wp コンテンツスラッシュアップロードスラッシュ2023スラッシュ12スラッシュ2023ファイナルアンダーバー2023万1204ドット pdf